石越駅は、宮城県と飯石越町南郷阿ざ西門沖にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。JR 東日本仙台支社管内はここまでとなる。当駅と油島駅の間で県境をまたぐが、その森岡方の最初の踏切の付近に、JR 東日本森岡支社との境界が置かれている。2007年3月31日まで。 栗原電園鉄道線の起点であった。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。駅舎は南北に走る線路の西側に置かれ、出入り口はこの一箇所。小ご田駅管理の業務委託駅で自動券売機、緑の窓口設置。また、 改札内に水薦便所が置かれている。乗り場短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。駅舎は木造1階建てで JR 東日本の駅とは小さな駅前広場を挟んで北西に位置していた。末期には無人駅となっていて定期券等の発売が近くの理髪店金沢に委託されていた。組取式便所が改札内に設置されていた。 栗原電園鉄道の廃止時には、線路は東北本線とはつながっていなかったが、かつて両路線は連絡し、栗原電鉄と国鉄との間で貨車の授受が行われていた。また、栗原電鉄の最盛期には、仙台から栗原電鉄線へ直通列車が運行されたこともあった。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は302人である。近年の推移は以下の通りである。駅前から西にまっすぐ道が通る。最初の信号で県道4号の本線に合流する。県道4号は西には、支線の延長としてまっすぐ伸びるが、反対方向にはまず南に曲がる、迂回路を取り、駅の南にある石越湖線橋で東北本線を越え、 東に向かう。石越駅のホームは南に向けて長く、古仙橋の下をくぐる。周辺市街は、駅舎がある西に、県道4号沿いに伸びており、若柳駅のあたりまで商店、工場、住宅が続く。駅の東側も、住宅地だが、すぐに、農村地帯となる。富士民バスと、栗駒山もみじ号の停留場は駅前から30メートルほど、 進んだ右側の都バス所有地にあり、同社のバスが発着、折り返し待機を行っている。以前は、石越車庫として、業務を行っていたが、現在は、車庫は取り壊され、平日用待合室のみとなっている。栗原市民バスの停留所は、駅前ロータリー北側に設置している。いずれの停留所も名称は、石越駅前である。ありがとうございます。